霧島酒造プレゼンツ。今回は自然豊かな森で育つ原木しいたけ、この食材をおつまみに。そこには様々な驚きが。乾杯、つまみっけ。大分県宇佐市、大分の郷土料理を研究する神谷義恵。祖母、母、そして神谷、3世代にわたり受け継がれている原木しいたけへの愛。あの祖母が大事そうにこう椎茸をこう私たちに見せて、これはどんこだよとか、これは香辛だよとか教えてくれた姿とか、私の母も椎茸をここに飾りたいとかっていうくらい椎茸って美しいんですよ。だからそれを聞いて育って、まあ、椎茸を食べ続けてきたっていう感じですかね。そして彼女が掘り起こしているのが地域や家庭に根付いた伝承の味。その中から選んだおつまみは、椎茸のからし漬け、まあからし椎茸と言われたりするんですけれども。調理の工程はご覧の通り。まずは唐辛子とオイスターソースで風味付けした椎茸の旨味を薄切りにする。あとはからしを旨味の汁で溶いて合わせていきます、はい、これだけ？これだけです。簡単。からしの代わりにイカの塩辛を使えばもう一品出来上がり。原木椎茸の伝承料理おつまみ、椎茸のからし漬けとシーカラ。おいしそう、はい、どうでしょうね。うん、おいしい。はい、辛さのピリッとした感じと合いますね。いい感じで鼻からいただきます。ちょっとツーンと、はい、じゃあシーカラを、はい、うん、うん、焼酎いけますねこれ。先生、はい、合う。いやーこれは焼酎が進む。椎茸の辛子漬けとシーカラはこの焼酎で乾杯。